はい、皆さん、こんにちは。元気な、おじです。今日は、6月28日、金曜日。時刻の方は、11時ちょうどです。てってトってピピョはい、そんなわけでね。えっ、ー、と、今回は、ノブサウンドさんの、 新製品情報になりますノブサウンドさんからねあのこんなものが出ますよっていう情報は来てないんだけどもあ実はねあのコメントでノブサウンドさんとモノキさんがね、えー、会話してる中でちらっとあったんでねなんだろうなと思ってねおーお,ーおーってのがあったんであの元気なおじいのところでもね紹介しておきます元気なおじいが紹介しておくとあの500円キャッシュバック上乗せ200円になるのでね、まあ、先にどんどん出しておこうかなと 思って、えー、ちょっと短いけどね話題を出しておきたいと思いますおじいショッピングのネタになりますはい、えー、とね、今回ちょっと気になってるのはねこんな話題がありましたね、えー。もどきさんがこうやってコメントしてくれたらね、えー、のぶさんとさんがね、えー、もどき様おじいお疲れ様ですまあ、実は6月24日にね NS10P より音質がもっといい商品が発売開始になりますよってことなんでこれ、あのー、でも6月24日に開始になりますよって今日28日でこれ昨日のコメントなんであのな,なりましただよね、これねなりますよっていうか。 来年の話、<laughs> 来年じゃないよね <laughs> でか、あのー、これ、アシン番号が書いてあって、でまあ、現在は出品者販売ですが、まもなくアマゾンに入荷できますよあ、なるほどね、っていうことなんだね、で、伸、ね、晶さん、耳寄りの情報ありがとうございますってね、まあ、NSTEMP でもすごい、ね、確かにすごいと思ったんだけど、まあ、それはたとっても楽しみですねっことで、したらどんな内容なんだろうなと思って、おじい、今ね、調べてみました、アシン番号で。 そしたら、はい、えー、っと、これだね、うん、見つけた。あ、すげえかっこいいもの、これね。うん、あ、これなんだね。いや、すげえな、これ。<laughs> ちょうど形が、あれだよね。あの、ちゃんと後ろに引っ張れない。ひっくり返らない。この、これいいよね。あの、ニュートーンがさ、ちょっと短くなったんだよ、実は。あの、こう奥行きがさ、もともとこれぐらいだったのがこれぐらいになったんで、 コードの重みになんか引っ張られるのに耐えられなくてね、あの、ウィリーしちゃうんだよね。接続すると。なのでね、あれなんで形状これ薄くなっちゃったんだろう。音、音はすげえパワーアップしてるんだけど、えー、言ってたんだよね。なので、こういう、こういう形状だったら、あの、コードをつけてもね、あのー、引っ張られないから。ね、いいよね、なかなかね。うん、で、この商品名を見てみると、はい。えー、っと、ドックオーディオ。ね P1 と、えー、いう名前なのかな、うん、ドックオー P1 というモデルだね、HiFiBluetooth5.0、真空間プリアンプ、USB、DAC、APTX プリアンプということでね、えー、っと、まあ、いろんな方が教えてくれる題をみると、APTX はこれスマホの、あれかな、これ、Android の方だか、Apple の方だか、AP ってか Apple かな、これね、なんかに、あのー、特化してるんだね、これはね、あの遅延もなく、ね。 で、ダクだからデジタルオーディオ変換がついててっていう。で、この商品名のタイトルに、あの、ヘッドホンアンプとは書いてないから、だから、これはあくまでも、まあ、プリアンプとして、ね、まあ、そのままキックアじゃねえよっていうことなんだね、これはね。で、3系統のオーディオ入力、Bluetooth、Bluetooth ついてたね、おじいの大好きなさ、あの、T4C、ね、それの、あの、パワープ版みたいな感じだね、これね、ほら。 で、しかも元気なおじいが大好きな、この、このなん、なんていうの、この、ダイヤルボリューム式で、しかもゴールドの。<laughs> で、上についてやるやつね、おじいが大好きな大好物タイプだね、これね。すごいの出てきたね。それで、えー、っと、Bluetooth、USB、RCA の、 と2系統の視力、RCA と 3.5mm ヘッドホン、ヘッドホンって書いてあるんだね。でもここであのヘッドホンアップって書いてないからヘッドホンでも使えるんだけどあのヘッドホンで聞くよりはあのスピーカー、ままあ、何かにあのパワーアップにくっつけるもんだけどね、あのする用だからこれでヘッドホンで音が聞いてもあの音の優先度は2番目だよってことだね。RCA のの,力の方が 音がいいよってことなんだね。おそらくね。うん、おじ、誰かこの間言ってくれたんだよね。あのー、まあ、ヘッドホンの主力とスピーカーのやつは、あのー、違うから、別々になってるからってね。よくノブシャンドさんも言ったんだよね。あのー、そのマンハッタンとかね、あの、威力パワー発揮するのは、あの、スピーカー仕上げた場合ですよとか。ああ、なるほど。そういうことかと思ってね。だもんで、あの、こういヘッドホンアンプって書いてあったら。 ヘッドホンに特化してあるけどもそうでないものはあのー、プリとしてね、まあ、通常のち定視力の方が優先して設計されてますよっていうことらしいんだよねどうもね P1 は Hi-Fi 真空管プリアンプ &USB&DAC ヘッドホンアンプとして使用可能サウンドはクリアフォームダイナミックスイートで非常に高品質のリスニング体験をもたらしますほう えー、QCC3008 は APTX、APTXL l のロスレス転送をサポートできます。PCUSB は2 4ビット1 9 2キロをサポートし。ということは、これはあのー、あれだよね2 4ビット1 9 2キロってあれでしょ、あのー、あれでしょ、あのー、なんだっけ、えー、ともう朝だから出てこないね。あれでしょ、うん、ね あのー、あれ、ね、出てこない。なんで出てこないんだ。えー、っと、あれ、もういいよ。ね。で、Windows Mac Linux システムと互換性があります。で、iPad スマートフォン、MP3 プレイヤー、テレビ、ブルーレイプレイヤー、エコードット、エコードットって何 ?CD プレイヤーなどの車フホームオーディオシステムデバイスのほとんど対応できます。トーンコントロールのオンオフを切り替えるう、パススルースイッチを特別、あ、 パススリー、パススルースイッチガンの、あの、要は、いわゆるピュア,ピュア出力ってやつだね。何も、あれでしょしない状態の、あの、デジタルの回路を通さないパススルーってことを、特別にして、あ、本当いいじゃん。オリジナルのサウンドを楽しむのに便利で、高音と低音のコントロールノブを使って、より精細なサウンドを調整することもできる。へー、そうなんだ。あの、普通のアップリで言ったら、 あの、ピュアオーディオを対応ってやつだよね。要は、ヤマハのアンプで言ったら、青いのがついてね、他を通さないダイレクトなサウンドを楽しめるって、その機能がついてるよってことなんだね。へー、すごいね。で、まあ、ちょっと商品を見てみましょう。よいしょと。はい。で、まあ、とにかくね、この写真から伝わってくるものは、とにかくゴージャス。もうゴージャスオンリーで、 よいしょ。うん。まあ、ここはネジ止め。で、あ、ここにヘッドホンをつけられるじゃん。ダイレクトにね。そして、ここになんかスイッチがあるけど、えー、これは電源だね。で、ここが低音、で、ボリューム、で、こう、わ、かっちょええな、これ。で、真空管ここはやっぱゴールド仕上げめちゃかっちょいいよね。 えで、ブルートゥースと。いや、すげえな、これ。で、ちょっと他の写真も。あ、これは、斜め横から。これ、なんて書いたかちょっとわかんないね、これね。うん。まあ、こんだけ対応しそうだけど、もうちょっと違うところから。あ、これは、フロントはね、いや、なんて書いてあるのかな。ええー、もうちょっと解読できないな。ちょっと待ってよ。あ、これ真正面から。あ、やっとわかった。よいしょっと。 LED が、うん、ブルーと LED なしと、で下があのオレンジっていうから、あの真空管の色だけオンリーってことかな。うん、だかブルースイッチ、あ待てよでもこれだろうオレンジってなんだろう、オレンジもついてるの LED の,あの通常の真空管の,あの自然なオレンジと,あと LED のブルーがあるんだよね。だブルーをつけるかかオフかで 真ん中はオフでしょこの下のオレンジって何だろうねんオレンジの LED もついてるってことここのブルーとオレンジとこれ、これ、これ LED? これ。あ、LED なんだ。あの、C 空間としてはここら辺がおっし付つくから、あ、このオレンジと この下の LED と、ダブルで LED がついてて、で、あの真空管のやつはここら辺にうっすらつくって、そういう意味かな、もしかして。そうなんだね。だから、えー、っと、ブルーをオンにする、オフにする、で、オレンジは通常つくってことなんだね。そういうことかな、多分。で、えー、っと、あ、トーン、ね、えー、っと、トーンのオン、オフだから、これはあの、 低音も高音も両方ともだよね。この調整をオン・オフ。オフにするとピュア出力ってことはね、パススルーだからね。何も手を加えないで出力しましょうって何も手を加えないけども、真空管通るんでしょ一応。ね。真空管も通らないの通るよね。うん、それで <laughs>、真空管通んなかったら、本当の、本当のただのパススルーだよね。 で、ここはあのシェレクトだね。Bluetooth と USB と RCA だね。で、これが電源パワーシーあ、このパワースイッチこれ今白くなってるから、さっきのこれを見ると赤くなってるんで、電源を入れると赤なのかな。電源入れたら青で、電源オフで赤とかならわかるけど、これ電源入れたら赤なんですけど、ここと、 恐ロってことかなそうか、電源であとかか、ちょっと新しいね。うん。で、まあ、上から見た感じ。まあ、これ、どっちのが見やすいかなこ,れこの方が、あ、これか。これが、まあ、上から見た感じか。これがね。よいしょっと。うん。まあ、この調整つまみはこ、ここからここまで、こうだね、これね。で、ボリュームの大きさがあって、ね。 うん。いや、かっちょいねいね。見た感じ。で、ここの真空管のこの周りがちょっとこう余裕があるね。T4C とかそこれはもうちょっとこう内側ギリギリまでついてたような気がするけどな。そこもちょっと設計が違うのかな。うん。ねえ、なんかこう真ん中にちゃんと入る感じになってるね。気のせいか。うわぁ、これかっちょ、これ LED だね。明らかにね、ほら。 えてで、で、で、おじいもだんだん寝焼きつくようになっていけてよ、ね。ほら。これ、LED だね。これ、これ明らかに LED だね。これね。おそらく。<laughs> ね、はい。そんな感じでね。まあ、かちよく演出もしてくれるし、ひっくり返りにくい。ね、で、あの、まあ、T4C の上位バージョンとして考えればいいのかな。あ、でもこれ、間で、ね、プリアンプだから、T4C は、あれパワーアンプだったから、 だから、まあ、これはあくまでもプリだよってことなんだね。で、プリとして、そうだね。で、あの、お値段が、まあ、1196円。で、元気なおじいがね、紹介してるので、500円キャッシュバック対応なんでね。なので、ここから500円安くなります。で、今これは、あの、あくまでも海外発送なんで、おそらく、 アマゾンに入ってきて発送すると、たぶんここからちょっと500円か千円ぐらい上乗せになると思うからね、百円かね。多分で、まあ、1万1000円ぐらいになるのかな、おそらく。そんな感じでね、まあ、直送だったらすごい時間がかかるけども、安いよっていうパターンだよね、きっとね。うんまあ、箱が潰れて届かなかったらいいけどね。うんまあ、やっぱ、あれだよね、真空間だから、やっぱあれだよね真空管だからやっぱあれだよねアマゾン発送の方が早く入るし、安心と言えば安心だけどね。はい。 そんな感じでね、あのー、すごい、その、機体の真空管プリアンプだからね、プリだからね、プリ。これを通すことによって、最強の音になるね。NS10P もいい音なのに、さらにパワーアップした音が楽しめる。NS10P は、あの、5000円以来でか4000円台のやつなんでね、なもんで、まあ、お値段が倍いくってことは、オイスもおしゃれに倍、ドーンって形でね、篠沢教授に全部って感じになるんで、 いや、どんな音がするんだろうこれね。はい。そしてね、えっ、ー、と、折り文句を見ていきましょう。てってててはい。まあ、あ、まあ、今、今読んだもの、そのまんま、あの、全部そのままついて、写真がついてるだけだね、本当とね、うん。あ、で、ここでいろいろ説明があるじゃん、これね。あの、もう字がちっちゃくて、これ拡大できねえから。わあちっちゃいな本当えっ、ー、と、ヘッドホーンの、 RC 出力は自動的に、えー、切られますってなってるからね。そうなんだね。うん、ヘッドホン入れると後ろの出力は切られるよとかね。細かいの書いてあるけど、これ読めねえよ、ちっちゃくで。<laughs> 見えねえよ。で、えっ、ー、と、中身の牙はまあこんな感じになってるらしいです。後ろの出力はこんな感じでね。あのー、ここらへんもね、うん。 スピーカーが直接つくようになっているのは、あのー、あれなんだねあの。アンプを搭載してないスピーカーにつければあれで。で、あの、これはプリなんで、パワーアンプに接続するんで、あの、要はこう、こういう形状になっているってことなんだね。直接スピーカーはつかないよっていう、そういう状態なんだね。うん、おじいもだんだん賢くなってきたね、本当ね。ということで、えー、っと、真空管の型番かな、6J5 っていうのはね、 うんまあ、あのマニアな方が見ればわかるんだね、いろいろね、チップセットとか、あのここから見ればね、うふふふっつってね、あのもうここら辺を見ながら、ニヤ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 するのがマニアなんでね、これね、でヘッドホンの調合インピーダンスは16から64オームでしょっていうね、そんな感じなんだね。えー、っと周波数範囲は20 20Hz から 20Hz までね。誤、え、差、ー、はプラスマイナス3ディシベルということになります。はいまあ、これで大体いい、あのー、皆さんは、おお、ヘッドフォン最大出力 100W あるの ?32 オームの負荷でしようということで、で、DC12V だから、これ,これ,これには、えー、っと真空管ついてるから、24V のやつはつけれないってことなんだね。強化電源はつけれないってことだね。 うん、これ真空管のシートのプリアンプにはあのー、これ12ボルトだからね24ボルトをつけたらダメってことなんだね、はい、だんだんおじいもね、あのー、合ってるか間違ってるか分かんないけどもねあのいろんな方から教えてもらってる知識をねパッ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 とこう出てくるようになったね、うん、これで間違ってたねどっしゃーって、ねまあ、こんな感じだけど、ね、いかがでしょうか新しいもう一回名前これ型番何これ型番 型番はね、うん、メーカー型番はやっぱりね、P1。ね。メーカー型番は P1 でございますね。ノブサウンドさんから、海外直送で今発売開始したけども、まもなく Amazon に入荷します。ね。そんなわけで、ご期待ください。元気なおじいのこのおじいショッピングで取り上げたので、これを注文した後に、あの、お問い合わせからね、元気なおじいのチャンネル見て買ったよーって言うと、 500円のキャッシュバック対象になります。そんなわけで今回は最新情報でした。またねバイバイ